この値段ひどいだろこんなもん。はい、どうも、さすのです。今日はですね、このホームセンで叩き売りされてたベタ君のために、ちょっとちびっこいねミニアクアリウムを作ろうと思いまして、そのグッズをね軽く紹介していきたいと思います。またしてもジェックスちっちゃなメダカバチこれね本当にちっちゃいんですよ。本当にちっちゃくてついついね可愛いなとか思ったんで、今回紹介してみます。値段は1000円いかなかったかな、確か。で、一応ガラス製なんですよ。中身こんな感じですね。ちっちゃちっちゃ、割とね、うん、ガラス製だから割とね丈夫に、ちっちゃなメダカバチって書いてありますね可愛くないですかこれ割とね丈夫にできてます。こういうのって撮ります？すげえ気になって撮っちゃうんですけど、まあいいやこいつ洗ってきました。で、今日はこの中にソイルをね少々入れて、で、アマゾンフロックビットでも浮かべておきましょうかね。ほら別にソイル入れないでこのまま入れちゃっても全然いいんですけどね、なんかちょっとね水草入れたかったんで、じゃあちょっとやってみましょう。まずはソイルをちょろっと入れてみますかね。はい、じゃあソイルの方入れてみました。まあソイルなんか入れるとね日々のメンテナンス大変なんですけどね、そんなんで大変だけど、一応まあミニ小さなアクアリウムっていうのがね今回のテーマなんで、ちょっと小さなアクアリウム作ってみましょう。で、お水はここのコリドラス水槽のお水をちょっと拝借、はい、コリドラス水槽のお水をちょっと拝借しようと思います。はい、ひとまずねこの水草セットをね使おうと思います。メイン水槽からねかっぱらってきたやつね、パールグラスとなんかそれもろもろ有形層で今ね植えながらやろうと思ったんですけど、やっぱソイルだからね最初のうちちょっとこんななっちゃいますよね。はい、あんまりねこの辺で作業したくないんですけど、作業台がねちょっとないんでね、じゃあ早速入れてきましょうか。よいしょ、後ろの方に赤系のね、かわいいっすね。いい上から見てるとね、なんかなんだかわからないかもしれないですけど、どうすって言ってもまだなんか濁っててよくわかんないですねはい、投入してから約3日過ぎました。うん、かなり元気いいですね。でもねやっぱまあちっちゃい金魚鉢みたいでね、可愛いっちゃ可愛いですけどすごい元気ですね。可愛いっちゃ可愛いですけど、どうなんですかね。うん、ちょっと今ねベタマンションを作りたいなっていう構想を練ってるんで、まあまあこれはねこの金魚鉢はちょっと後々お蔵入りしちゃうかもしれないですけど、でも使い道としては多分水槽なんでね、スポイトでゴミとか取った時に
この中入れようかな。まあちょっといろいろ考えておきます。まあ、とりあえず簡易的にね、飾りたいとか、こうベタを買いたいっていう人にはおすすめかもしれませんね。見た目はちょっと可愛いですね。いいと思います。私リピートは多分しないかもしれないですけど、はい。じゃあまあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ではまた。